当たり前の映画は、1968年に映画監督のジャンディック・ゴダール率いるジガベルトフ集団が制作したフランス映画である。現代を直訳すると、他の映画作品のような一つの映画作品といった意味になる。本作は、5月革命のさなかである1968年5月から7月に、イーストマン・コダックのエクタクロームカラー16ミリフィルムで、 ゴダールとウィリアム・リプチャンスキーがカメラを回し、撮影された。ロケーション撮影は、学生たちに占領されたソルボンヌ大学、封鎖中のバリケード付近、CRS との激突場面などで行われた。アーク集団が同時期に白黒フィルムで撮影したアーカイブフィッテージも使用した。出演しているのは、ナンテールの3人の学生投時と、 ルノー・フラン工場の二人の労働者投資である。本作はあらゆる点で異質な映画であり、タイトルは意図的なパラドックスとして付されたものである。実際はコダールとリュプチャンスキーが撮影し、コダールが単独で演出、編集したものであるが、同年にコダールがジャンピエール・ゴランと結成したジガーベルトフ集団名義の第1回作品とした。 現在の本作の版件管理は拷問が行っている。2006年、パリのポンピドゥセンターで開催されたゴダール展に、最しての大回顧上映では、拷問によるニュープリントが上映された。ありがとうございます。